生きただち家夫妻、即室の墓、生き忠指定官文12年6月28日は、岡山藩に池田総家初代筆頭画廊。生き家三代当主。官位は、十五位、長戸守。主君は、池田三政。中帝は二代、生きただと正室との三男として、姫路で生まれた。幼名は三十郎。現那二年、父、忠だが死去したため五歳で家督を相続する。 元那三年、池田幸隆が、幼少のため姫路から鳥取への転覆を命じられ、元那四年に鳥取へ赴任した。壱岐三十郎には、倉吉のうつぶき城三万三千国石が与えられた。元那九年、幸隆は三大将軍、徳川家光立会の下、天上元服を行う。家光の返記を可しされ、三政と名乗る。寛永年、三十郎は服し、 長と守る中帝と名乗る。十五位下を背任する。池田忠夫の家老、荒尾生理の娘、勝と婚姻する。寛永九年、岡山藩主、池田忠夫が死去する。死守の勝五郎が幼少であったため鳥取への国替えが命じられ、入れ替わりに三政が岡山に天保となる。中帝は虫やけに陣屋を構え、鳥取時代同様三万三千国を与えられた。 中帝は、海力の持ち主であったらしく、地療地の虫明けでは親しみを込めて、戦力様と呼ばれた。寛永十四年、島原の乱が起こる。中帝は藩内に、臨戦体制を命じ、指揮を取るため九州に赴く、途中の松平信綱を牛窓に迎えた。慶安四年、十五位に昇進する。万治三年、藩主三政は、 整備がなされた、虫明神屋を初めて訪れた。漢文12年、江戸から岡山への帰路、武蔵区に川崎塾で休止した。去年61。家督は、側室で、京都の菅沼玄威の娘、大津の子、忠近が継いだ。なお、正室との間には六男五女を設けていたが創生。死死に予定していた、忠清も、江戸で十六歳で死去していた。なお、 大一との子は四男四女あったが、ただちかと姉の豊かのみが成人した。法名は、公前院伝前、長州随岸道具も太古寺。墓所は、行き家戦力山墓所。この戦力山の名は、戦力様に由来する。ありがとうございます。